本日は淡路島へ行く様子です。夜に出発予定でしたが、父ちゃんが日付が変わって帰ってきたので朝出発です。自宅からは1時間ちょっとの旅なのですが、神戸方面は渋滞が多いので夜出たかった。まずはお昼に淡路ハイウェイオアシスへ向かいます。何度来てもこの橋はテンション爆上がりです。到着、到着、到着、到着。日差しがあると暑くてラックのお散歩に気を使います。車エアコンつけておらす。ラックを置いてお昼ご飯を見に行きます。地面はあまだ暑いってほどではない。玉ねぎスープ。蛇口から玉ねぎスープが美味しくて思わず買いました。淡路玉子さんとおっしゃるそうです。オアシスバーガーとうなぎの巻き寿司を買ってきました。あれ、ゆうくんの渡したよな、これ、わー食べにくそう。ちょっとバラバラ殺人、ちょっと冷たい部分もあるけど、まあいいよ。わー、なんか淡路牛と玉ねぎのフライだ。来たらラック、こっちの方が涼しいね。かかわおーめじゅんじゅんじゅん、何回か先輩いて早いね。ここから目的地までは30分ちょっとです。父ちゃんよろしく。到着、到着、到着、到着。久しぶりにウォーニングを出してみると臭い、カビてる。雨の日の使用がなくても走行するだけであかんらしい。ちょっと長いのに喫煙所の前だったので一番奥のサイトに変えてもらった。虫が多いのでワンタッチタープのネットつけてみた。すぐ隣の海岸に行ってみます。さっと乗ってきたのですが、施設の人に聞くと急に深くなるところがあるので気をつけてと。うわ、怖っ。ここ怖ない。あ、ラック、行った時は人が誰もいないので初心者はビビり、ラックの海水浴だけすることにしました。あれもあんまやってる、これはこれでやります。え、これはこれでやります。まあ、なあ、カメラがカタカタめっちゃうるさいので音消しました。Thank you.
戻ったリードね、出て船行くか。シャワーがあります。ここで砂などを落としていきます。海水なので丁寧に落としていきます。だからいっぱい出てほしい。あ、出てきて、あの水浴びとったからな、日陰は涼しいので扇風機あれば十分です。休憩したらお散歩に出かけます。バーベキュー会場が隣接してますがベッドは無理そう。ネットでは何年か前はベッドエリアもありそうだったのですが、バイバイスポットです。今日の夜ご飯はお隣さんの和風里でテイクアウトします。手抜き。やった、買ってきました。お腹が空いてきました。おいしかった、ごちそうさまでした。バゲット、ポップアップあげたら風が通って涼しいです。近所のローソンでアイス買ってきました。まあ交通量がやっぱ多いな。うん、夜はもっと。今日は宿泊客が多いからお風呂は混み合いますので、8時までに入ってくる、入るんやったら入った方がいいって言われたけど、まあもうええわ。シャワーが入れんやったらな。最初はこちらを案内されましたが、喫煙所が前にあり、そこで話をされるのでおバカがワンワン。変更してもらいました。サイトにテーブルと椅子、電源がついてます。うわ、めっちゃアリおる。ここ光るんかな。久しぶりに電源使います。直流はどっちだったかな。8って言った方が、動画見てね。
ここはゴミ。館内利用50万。シャワールーム。ここがシャワー。次回予告、淡路島シーズン2。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。